トランペット奏者として有名な日野さんがですね子供とっちゅうか、まあ、若い人を集めた演奏会みたいなのをやりましてね、まあ、いろいろ長い間苦労して教えてそして発表会をやったらしいんですがその発表会の会場ではカメラが回っておりましたので一部始終を捉えておりまして、まあ、特にその動画をですね私も見たんですがある中学校の男性の 生徒みたいなのがです、ね、ドラムをやっとりまして、ねまあ割合と校長にやっったんですがまあ心理的に何かあったんでしょうね、えー、もう本人がやめなきゃあんない時も叩き続けると何たってドラムですからねそれを思いっきり叩きつけるわけですから演奏会全体がやや崩れたわけですよそこで日野さんがその中段ぐらいにいたところまで登っていってですね男子,子男子生徒に注意すると。 男子生徒聞かないでドラムを打ち続けていると。ついにそのバチを取り上げて、えー、床に捨てたら今度手で打つと。そこで溜まりかねた日野さんがあ男子生徒をピン出したと。叩いたと。えー、体罰を加えたと。まあ、こういうことなわけですね。これでま、非常に大きな問題になりました。え、これについて、えっ、ー、と、テレビのコメンテーターが、 まあ本当にいつもこの教育問題に対するテレビのコメンテーターってまあどうにもならないんですけどえまあ日野さんの行動が納得できるとかまあ挙句の果てにそれあれは教室の中ではなく入場,入場費を払ってみんなが見に来てんだとか訳のわかんないことを言ってまあ本当にですねまあ一つはこの問題というのは教育というのがどういう問題かということがですね よくわかかっったたという点ではよかったわけではけすね、えー、つまりですねえー、っと,だっとドラムをたたきつ続けた男子生徒の行動はあそっちが悪いけれども日野市のビンタも悪いといったそういったコメントもありましたしかしですね教育っていうのはですね生徒は悪いんですよ悪いっていうかですね生徒は未完成なんですよ例えば赤ちゃんがうんこをしたと。 もし,かしもしくはですねおしめを取れた後におしっこしちゃったとそれをですねまあ昔はたたえたかもしれませんがなんで赤ちゃんはおしっこをするのかと垂れ流すのかといったらですねやっぱりそれは未完成だからなんですよで中学校の男子生とも未完成なんですよ私は先生なんですけれども先生中職業はですね未完成な人を相手にしてるんですよ だから、コメンテーターの言うように、男子生徒も悪いけれども、日野市も悪かったなんて日のし、日野さんと男子生徒は全然立場が違うんですよね。もし日野さんが教育者であれば、男子生徒はまだ未完の人間であって、日野さんは指導者だったらですね、それは完成した人間なんですね。完成した人間と未完成の人間を同じ基準で比較しちゃいけないんですね。私たち先生というのはですね、 教育している時は必ず相手が未完成である未完成だからこそ我々が教えて完成した人間まで持っていくんだっていうのが我々先生の使命なんですね。まあ、今度の場合具体的に話しますとね、まあ、男子高校中学生とかそういった男子生徒はです、ね、女子生徒よりかやっぱりもう一段難しいんですよ。まあ、女子生徒は女子生徒で難しいところがあるんですね。落ち込んんでなんか もうダメになってノイロズみたいになるとかですね。そういう点で難しいところがあるんですが、男子生徒はやっぱりね、心が、思春期の男子生徒ってのは心がこう自分でこう裁けないんですよ。それで、本当はそんなことしちゃいけないってことを知っていながら、自分自身では止められないってところがあるんですね。例えば教室で、わー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 騒いでる男子生徒がいるんですよ。で、僕が出てって、君静かにしなさいって言ったって、もちろん静かにしないんですよ。例えばジュースを飲んでたり、 背中向けたりすするんですよただその男子生徒はですね心の中は自分が悪いことしていることも知ってるんだけどそれを思春期という精神が止められないんですねでしょうがないから腕を持って教室の外に出るわけです最初はもう順序としては最初は「あ君あの静かにしなさい」とか始まるわけですねそれはやっぱり他の生徒に対してはずいぶん損害なんですよだってあ教育ができないわけですからその間ですねその生徒だけにかかづらっちゃうわけですから だけどまあ、生徒が暴れてたら、それ、それをほっといて、抗議ができないので、生徒に注意をする。聞かない。出て行きなさいっていう、聞かない。腕を持って外に出す。それでも机にしがみつく。他の生徒に手伝ってもらって、その生徒を外に出すっていう。ところが、外に出されてる男子生徒は、絶対に私に手を挙げたりはしません。自分が悪いことをしてるってことは知ってるんですが、思春期であるがゆえに、 心を止めることができないんですよね。それを我々はどうやってだん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 思春期を抜けていく男子及び女子の子供たちをちゃんとした教育をしていくか。心はですね、君分かってるよ、と。ね。例えば僕ですよ。僕はね、そういう時に、君分かってるよ、僕は。だけど君のやることはやっぱりいけないことなんだ。だから先生は注意するよ、と。分かってるんだ、分かってるんだ、と。 だけどやっちゃいけないなら君分かってただろうっていうのがね、相手に伝わらなきゃいけないんですよ。これが教育なんですね。でそこで体罰をせざるを得ないときあるんですよ。例えば腕を掴んで廊下に引きずり出すのもあるいは体罰と言いや体罰と言いやないこともないんですね。だけど今度の日野さんの行動を見てますと、まあ、一旦チを、打楽器の罰を取り上げて床に捨ててましたけど、その次がすぐビンタなんですよ。 いや、ビンタはね、基本的には僕ダメだと思いますね。体罰っていうのはですね、どういうのが体罰かって言ったら、えー、ドラムを叩いてる男の子の、えー、その、スティックをこう取り上げるとかですよ。それから君出てきなさいっつって腕を引っ張るっていうのも体罰って言体罰なんですけど、つまり言葉ではないですからね。指導は言葉の指導と行動による指導がありますから。まあ、行動による指導を全て体罰と分類するなら、 対罰でしょうけども私は言葉による暴力っていうのはやっぱりあるんですよ。あんんまりひどいいいいパワハラみたいなことを赤ハラみたたなななここととを言うっていうのも良くないんですねだけど行動によるその暴力っていうのはやっぱりビンタとか殴るとか蹴るとかそういうのが暴力なんですね。ですから体罰がいけないっていう言い方が非常に荒くてしかも教育未完成な子どもたちをいかにうまくやっていくかと。 特に思春期は難というのは本当に本人も苦しいし先生も大変なんですねその中一生懸命先生やってるんですよところが先生にほとんど火がなくても通常体罰なんてとんでもない体罰なんかとんでもないって言ってたテレビのコメンテーターがトランペット奏者の日野さんだと言うともうコロッと態度を変えていやあれはやっぱりビンタぐらいしなきゃって言ってるんですよ まあね、なんつっていいのか、まあ教育っていうのを知らないと。特にさ一番最初言ったように、え男子生徒も悪いけど、日野さんも悪い。いや、そんなのは絶対ダメなんですよ。男子生徒は教育される方の未完成な人間。日野さんは教育をする完成した人間なんですから。同じ悪いとかいうことが起こっては絶対ダメなんですね。ところで私ね、 そのテレビのコメンテーターのコメントを聞いてて、まあ、最近コメンテーターって一体何の役に立つのっていうことよく言われますけどねそれから私も時々テレビであなたは少し勉強してきてからコメントしたらどうですかっていうこともあるんですけどねそれからまあ庶民の代弁したコメンテーターもいないじゃないんですけどちょっとひどすぎますねちょっとひどすぎる特にねまたこれも男女の問題を言っては何な,なんですけど 女性にちゃんとしてほしいという僕の願いから言えばね、やっぱりね、女性のコメンテーターはその場限りですよ。だからね、自分が教育についてどう思ってるかって思想がはっきりしてて言わないと、相手が日野さんだとか、相手が学校の先生だっつって、弱いと見ると非難をする、強いと見るとごまをするっていうような、まあ、解説になってしまって、コメンテーターもういらないですね。いや、ちゃんとした思想を持ったコメンテーターならいいけど、 まあこの今度のビンタ事件、日野さんのビンタ事件をですね、あれはね、全く早い、あのビンタをするには時期が早い、<laughs> まだいくらでも指導ができる、我慢して指導するんですよ、先生は。相手が,があの思春期の男子生徒なんかだったら、本当に難しいんですよ。これ、男子生徒だけを保護してんじゃないですよ、女子生徒は女子生徒で違う形で現れます、ああいう形では現れませんね。 目立つような形では女子生徒の問題はあ、現れません。だけどそれは男子と女子の性格の差で出てきますからそれに応じてちゃんとした大人を作るために我々は我慢に我慢を重ねて指導をするんだということですね。ですから本当にこう今度の日野さんのえビンタ事件に関するテレビのコメントは本当にひどかったと私は思います。